テルコジャパンセールスマネージャーの池内健さんの愛車を紹介します。池内さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、いやこの車も大好きで R8、 もう R8 は本当にいい車ですよね。いい車ですね。これね正直言ってそんなに人気ないんですよ。はい、そんなに人気ないんだけどこれを大事に乗ってるところで、あの池内さんの人柄がロータリー好き。いやちょっと教えてください、いろいろ。まず、まあ、一番の特徴はロータリーエンジンですので、はい、まあ、レシプロのエンジンに比べて、まあ、低くコンパクトにできるということで、うん、非常にハンドリングがいい、まあ、うん、頭が軽いという、はい、ところが、まあ、一つですね。あとは、まあ、私子供がいるんですけれども、まあ、こんだけスポーツカー前としながら4ドアで家族も乗れるという、まあ、観音開きだから乗りやすいですね。そうですね。今、はい、私は、はい、乗りやすいこんな感じで、この観音開き乗りやすいんですよ。そうそう、これはあの FJ クルーザーってねと同じシステムですね。システム的には、そうそうそう、僕は FJ クルーザー乗ってたんでよくわかんない。これ意外と便利ですよね。便利ですね。一見見ると2ドアに見えるんだけども、はい、実装はこうやってやるって中に入れるっていうね。はい、もう子供ができても本当にほら、そうこれいいんだよ、うん、これ便利ね、うん、もう何年乗ってるんですか。これは中古で買ってもう10年ぐらいですね。あ、結構乗ってんだ。すごい綺麗だね、うん、いやもうあの綺麗、番組に出るということでちょっと今回気合い入れていやこれ掃除だけじゃなくてこういうところが普通ね、これ中古を買うときにね皆さん気にしてほしいんですよ。ここ、あ、ここがみんな擦れるんですよ。ああそうですね、うん、はい、ここはね例えばほらこう入るんですよ、こうやって、うん、でこういうと必ずここ触るんです、はい、だから例えばジーパンなんか履いてるとここみんな吸っちゃうんで、車買うときにあそこ要チェックなんですよ。あ、だからこれもすごく綺麗だし、すごいわ。でも10年乗ってんの。10年乗ってますね。偉い、はい、いい人だね。ありがとうございますこれいい人ですよ、これ、ね、これだけの10年乗ってるって。嫁もいい嫁ですよ。あ、もうそれはもう奥さんの理解があってこれに乗れるっていうのも非常にありがたい話で、ね、うん、普通は嫁がなんでこんな車なのってなりますよ、ね、普通のフォードはセダン行きますよ、嫁は。これちょっと燃費良くないでしょ。燃費はそうですね、6キロ前後ぐらいですかね。早く早くです。早くの6キロはね、お子さん入れたら結構辛いですよ今。ガソリン代高いんですよ、うん、高いのは170円するからね。すいません、廃屋ですよ。そうあそうかどうですか。いいね、いいね、いいですよ。割り込んでください。あ、いいね、うん、あ、はい、うん、R8 だ。スポーツカーだよね。いいんですよね。そうで、この頃のね、マツダっていうのはずっとインテリアがね、いいんだよね。そうかっこいいなぁ。マツダはデザインがうまい。うまいですよ、これこれね。うまい。ちょっとエンジンかけてください。はい。お願いします。ほら、ロータリー。あ、ロータリーだもんね。ロータリーです。ロータリーだ。ロータリー。このメーターもいいなぁ。スポーツカーだね。はい。気持ちいいですか？レッドゾーン8500。おぉ、ちょっと、それじゃあちょっとエンジン。見せてもらえますか。あ、はい、はい、分かんないんだね。今ここにカバーがついてまして、今みんなカバーついてるよね。外せるのかな。あ、外します。あ、こんな風に、ここですね。ね、ロータリーエンジンちっちゃくて低いし、そうですよね。だからさっき言われた低いから、はい、ね、小さいレベルだからこれがね、スポーツカーに向いてますよね。そうですね、うん、最初にさ、これロータリーのさ、コスモスポーツなんか出てきた時、あったあったあった、かっこよかったですよね。ロータリークーペ、そうね、うん、あれかっこよかったな。あとさ、サバンナ RX3、 あれは怖かったねサバンナって車があったんですけども、これがまた危険極まりない。箱スカ対サバンナ RX3 ね、悪い人がみんな乗ってましたね、うん、当時そう、うん、悪い若者の音がいっぱい残したね。もうあのサバンナ RX3 の出現によって、うん、スカジーが消えたんだもんね。あ、そうか、レースで勝てなくなったんだ。そう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 、あ、なるほど。あの頃ってスカイライン伝説があって、まあ、何十連勝だった。50連勝40連勝50連勝50連勝そう、そうですよね。それで負けたんですよね。そう、それから、うん、ケンメリに行ったんですよ、ケンメリ GTR、うん、で、日産は作っただけで売らなかった。オイルショックが来た。
なるほど。だから日産にとっては憎きロータリーエンジンだ。そうなんですよ。ね、それも安くてね。そう。安くて速くて怖かったんですよ。うん、そう。うん。それですよ。その延長線上にこのエイトがいるんです。いるんですよ。ロータリー最後のエンジン。そうそうそう。はい、ありがとうございます。はい、アレックス・エイトですよ。さすがそれげになるとあれですね。土屋さんはね。いやもう面白いパワーはないんだけど運動性能は抜群にいいですよ。うん、これは足回りどうですかこの車、はい。スポーツカーなんですけれども、うん、すごく乗り心地も良くて。ノーマル？これはちょっと足を下げてますね。ああ変えてんだ。みんなやってるね。うん、どこの足入れてんの？ちょっと申し訳ないんですけど、社外のものをちょっと。あ、社外ね。社外ね。お宅の会社って足回り社外ね。ちょっと勉強のためにあの他社の。ボロス出ません。勉強のために。勉強のために食べるからね。はい。じゃあ、あと30年乗ってもらいましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。したルーツチャンネルでは、放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひ、チャンネル登録、お願いします。